おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします芥川龍之介作トロッコ第二回 おじさん、押してやろうかその中の一人島のシャツを着ている男はうつむきにトロッコを押したまま思った通りり快い返事をしたおお押してくよ。両平は2人の間に入ると力いっぱい押し始めた。 我はなかなか力があるな他の一人耳に巻きたばを挟んだ男もこう良平を褒めてくれたそのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めたもう幼くともいい良平は今にも言われるかと内心気がかりでなかったが 若い二人の怒号は前よりも腰を起こしたぎり黙々と車を押し続けていた良平はとうとうこらえきれずにおずおずこんなことを尋ねてみた「いつまでも押していていいいいとも」二人は同時に返事をした良平は 優しい人たちだと思った五六丁余り押し続けたら線路はもう一度急勾配になったそこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている「上り道の方がいい」「いつまでも押させてくれるから」兵は そんなことを考えながら全身でトロッコを押すようにしたみかん畑の間を上り詰めると急に線路は下りになった島のシャツを着ている男は両兵にやい乗れと言った両兵はすぐに飛び乗ったトロッコは三人が乗り移ると同時に みかん畑の匂いを煽りながらひたすべりに線路を走り出した「押すよりも乗る方がずっといい」「良平は羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた」「行きに押すところが多ければ帰りにまた乗るところが多い」「そうもまた考えたりした」 竹藪のあるところへ来るとトロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。竹藪はいつか雑木林になった。つま先上がりのところどころには赤サビの線路も見えないほど落ち葉のたまっている場所もあった。その道を やっと登りきったら今度は高い崖の向こうに広々と薄ら寒い海が開けたと同時に良平の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた三人はまたトロッコへ乗った車は海を右にしながら 臓器の枝の枝下を走ってっていたしかし良平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかった「もう帰ってくれればいい」彼はそうも念じてみたが行くところまで行き着かなければトロッコも彼らも帰れないことはもちろん彼にも分かりきっていた。 その次に車の止まったのは切り崩した山を背負っているわら屋根の茶店の前だった二人の土壌はその店へ入ると血飲み子をおぶったかみさんを相手に悠々ゆうゆうと茶などを飲み始めた良平は一人イライラしながらトロッコの周りを回ってみた トロッコにには頑丈な車台の板に跳ね返ったた。泥が乾いていてしばらくの後茶店を出て岸名に巻きたばこを耳に挟んだ男はその時はもう挟んでいなかったがトロッコのそばにいる良平に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた良平は冷淡にありがとうと言った。 すぐに冷淡にしては相手にすまないと思い直した彼はその冷淡さを取り繕うように包み菓子の一つを口へ入れた菓子には新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた三人は トロッコを押しながらゆるい傾斜を登っていった両兵は車に手をかけていても心は他のことを考えていた